こんにちは、まるみです。今日はね、ウルトラライト化した荷物でね、自転車でソロデイキャンプに向かってます。バイクで行こうと思ったんですけど、バイクはいろいろあって、またね、一人でね、乗る勇気がなかなかなくて、今日は自転車で向かってます。電動アシスト付き自転車をお借りして、高校時代とかね、自転車でね、1、2時間走るのなんて当たり前だったから余裕だろって思ってね、電動アシストついててもね、やっぱ大変は大変。ママチャリだったらね、多分途中で諦めたかも、坂とかで。こういうね、まっすぐな道でもね、アシストついてるだけね、だいぶ楽。いや、運動不足だなって実感しますね。もうね、高校生なんてね、人生の半分近く前の話だからね。そりゃ運動不足の今じゃね、1時間2時間自転車こぐの大変だよね。でもね、この大変を乗り越えて、楽しい楽しいデイキャンプが待ってるのがね。今から設営をするんですが、今日持ってきたね、装備を紹介しようと思います。まずはね、ここまで来た電動アシスト自転車のワンボット S7、 こちらお借りしてきました。思ったよりね、サドルがね、高くてね、足つきはね、160センチの私は両足はね、結構つま先立ちぐらいですね。折りたためるようになってるので、車とかもね、問題なく詰めます。リュックがね、ワークマン45リットルとかかな、にパンパンに詰めてきました。お昼寝もするし、椅子代わりのマットで、横にはね、ゆるキャンのコップとポールと三脚、火バサミを入れてきてます。この中には結構パンパンに詰めてきて、まずね、昼寝用のシュラフ。スリーシーズンならね、この装備で徒歩キャンプ行けるかなって思います。テント代わりにしようと思って、タープで、メスティンのショート中で、一応焚き火しようかなと思ってのグローブ、ペグとハンマーで、これ焚き火台にストーブ系、猫砂用のペレットで、ウェットティッシュ、この中に調理用具で、テーブル、風防、皮膚器棒で、焚き火シートで、外側のポッケには枕と固形燃料で、あとはスマホのバッテリーとか財布とか、その辺です。早速ここにタープをね、貼ろうと思うんですが、泊まれるっぽいように貼るので、きっと時間かかるから、まずね、ご飯の準備だけ始めます。よし、今日はね、もうご飯の準備ね、家でだいぶしてきました。お水入れて炊くだけなので、浸水しておきます。あ、なんかいっぱいこぼれた。まあいっか、よし、こんなもんかな。ちょっとこれで浸水しておきます。こことこことそこをペグって、でピークフライ張りっていうのをやってみたいなと思って。ただこれね、ユニジアのタープで DD タープじゃないからね、まとめの数がね、思ったより少なかったんですよね。なんとかなるかな。これ3メートル3メートルのタープ持ってきたつもりだったけど、そもそも2メートル2メートルかな。なんか想像とね、全然違うのができた。一応中はね、眠れるかな、ちょっと狭めだけど。一応なんとなくスペースができたので、今日はこれで昼寝とかしようと思います。まあ、ご飯作ろう。もうご飯を炊いてきます。よし、これでちょっと放置。乗っていい？いいよ。これね、芝生は乗っちゃダメって言われた。ああ乗り入れはいいけど、父と母がね、この公園でデイキャンプするとね、高確率でね、遊びに来る。父が自転車乗って遊びに行っちゃった。今日ね、お昼はね、もう家でほとんど準備してきて、ここに洗った野菜、白菜とネギ入れて、こっち側にね、ワンタンとくず切りと鍋の素。なのでこれをそのまま入れて、
水入れて、これも固形燃料で火にかけます。意外とバーナーなくてもなんとかなる気がしてきた。いつもねバーナーなんですけど、固形燃料のが荷物減らせるって聞いたので意外といけそう。これだとね高さがね結構あって火が当たらないと困るので、下にねシェラカップで高さ出しをします。ご飯多分炊けました。あ、いけてるいけてる。問題はねこっちがね足場が悪くて、一回火消そうか。消えたんかなこれ。よいしょ、火をつけて。なんか固形燃料がねそもそも息で消えるって知らなくて、いつもね消え終わるの待ってたんですけど、息で消えるって知ったし、またこうやって火つけれるって知ってね、めっちゃ感動。え、これついてる？全然熱くないんだけど、ついてないのかな？触れるレベルってことはついてないね。新しくついた子に乗せて、グツグツ鳴り始めたからできたかな。美味しそう。固形燃料のお鍋ってなんか旅館気分。いただきます。ご飯もちゃんと炊けてる。あ、ちゃんとふっくら炊けてる、よかった。うん、外のね鍋ねめっちゃ美味しいしめっちゃ楽。下準備してくるとねこんなね火かけるだけ楽だからね、おすすめです。ごちそうさまでした。白い部分を削ればまたね使えるって聞いたので削っておきます。削れました。昼寝しようとねマットを入れてみたんですけど、このサイズがね限界かな。ちょっと伸ばすの無理そうなんで、腰が守れれば十分かなと思います。今ねタープの中なんですが、ここねクリップあった方が良さそう。隙間からね、まあ、風もだけど日差しもガンガン入ってきてねかなり眩しいです。足はね意外と細くてもね全然問題なく寝れそうです。今ねまだ暑くて寝袋はいらないので上着かけて寝ようと思います。今こんな感じで寝転がってますが、足をね曲げるとね外に出ちゃう。だいぶ野宿感強めでちょっと楽しい。ほらもうねこっから向こう外なの。楽しい。ではお昼寝します。おやすみなさい。おはようございます。上がね外れてめくれ上がっちゃってて、気づいたらね外野宿みたいになってた。クリップないとね寝てる間にね外になっちゃう。父と母は帰宅します。枝拾ってきたんですけど、整備されたね公園だからすごい少ないので、固形燃料とペレットをメインで焼き芋を作ります。これ焼き芋やんない方が良かったかな。
スイカで拾ってきました。結構見つかったね。火はついたんですけど、このサイズのお芋入れるとね無理なんで、これはもう持ち帰ります。こんだけ燃やしてダメだったらもう諦めます。焼き芋をおやつにする予定だったんですけど、おやつがねうまく作れなかったので、今日は甘めのコーヒー、ドリンクはねまた今度。いただきます。うまっ。ごちそうさまでした。足りないけど、おやつ食べたかったな。手伝ってあげるわ。はい、手伝ってあげるわ。あ、ありがとうございます。すいません、助かります。今回のね持ち物での反省点は、今日はデイキャンプなんですけど、実際泊まるのをね想定しての持ち物なので、寝袋とかはコンプレッションバッグをなんかギュって小さくできるやつ買って、もっと縮めればリュック内の容量が収まったなと思いました。タープまあちょっとサイズ小さかったんですけど、この中にロープと一緒にペグも入れてるんですよ。別のペグ持ってきてるんで、付属のペグは置いてこればもうちょっと軽くなったかなと思います。ポップがねこれ使いたいなと思って持ってきたんですけど、軽量したい場合はチェラカップで代用できたかなと思いました。あとはね結局サイズ合わなくてね焼き芋できなかったので、こういう持ち物をね焼き芋置いてきてお菓子持ってくるとか、確実にねできるもので揃えればよかったなと思いました。撤収ほぼ完了しました。電動アシスト自転車お借りしてるんですけど、ちょっと紹介していきます。見た目はこんな感じ。うん、かっこいいな。スタイリッシュな感じです。あとペダルもちょっと普通のペダルと違うんですよね。なんかどこに置いても踏み込みやすく設計されてます。でハンドルはこんな感じ でこれがベルで防水対応しています。で走るとねここにね速度が出て、ここの上下でアシストを3段階あるので、何もしてなくても電源つけた時点でアシストは1個ついてます。でね坂だとねやっぱねアシストねマックスの3つの方が走りやすいです。平坦な道でもねアシストね1でもついてればね何もしてないよりはだいぶ走りやすくなってます。でバッテリーはね本体内蔵なので、ここから充電できるようになってます。3時間でねマックス充電です。あの電動自転車じゃなくね電動アシスト自転車なので、原付とは違うので免許なく走ることができます。なのでヘルメットもいらないです。1個2目のね踏み込みもねアシストされててね、スムーズに走り出しもできるし、坂道でも苦労しないので、今日みたいにねこれぐらい大荷物乗せてても何ら問題なく運転できます。いやいいな電動アシスト自転車、しかもかっこいいし、これならね慣れたら結構遠めのキャンプ場も行けるかなと思いました。私みたいにねゆとりタイプはね、こういうアシスト付きぐらいがちょうど楽しくキャンプに行けますね。よし帰ろうかな。いかがでしたでしょうか。今回はねタープ泊の練習ということで、まあ大丈夫だろうと思ってきたんですけど、タープがね予想外の形になって、練習しといてよかったって本当に思いました、ね、今回初めて自転車でねキャンプに来たんですけど、自転車でのキャンプもね楽しそうだなって思いました。徒歩だったり自転車だったり車だったりバイクだったり、いろんなね全方位でキャンプを楽しみたいと思いました。ではね最後ねちょっと公園ぐるっと一周してから帰ろうと思います。
こっから1時間以上運転するのがちょっと大変だけど、まあ昼寝したしね、元気になったから頑張れるかな。これがね、なんだっけな、木曽川とかそういう感じです。長良川かな、揖斐川かな。あ、この辺燃料になりそうな木いっぱい落ちてた。おお、目の前川。あ、向こうがそろそろ日が暮れるかな。なんか森の中にいる感じがすごい。これは元気が出るね。ウィンドサーフィンしてる人多いんですよね。あー、一泊したい。一泊できたらね、体力の回復もっとしてるはずなんだけど。このなだらかな坂も全然辛くない。よし、帰ります。では、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。 Twitter と Instagram もやってるよ。Twitter とInstagram もやってるよ。